年末帰省で新幹線を待ってると、新幹線オンホームにて後ろから女性に声をかけられた。すみません、私〇〇まで行きたいです、どれ乗ればいいですか。わーお、外人さんと思いつつ挙取る私。めったに新幹線に乗らないので、どれに乗ればいいとか全くわからない。急いで近くにいた駅員さんに確認。次の新幹線がいいと言われたので外国人女性に伝えた。次の新幹線に乗ればいいですよ、私も一緒の新幹線です。普段全く外国人の方と触れ合う機会なんてなかったので、なぜか翻訳みたいな話し方になってしまった。恥ずかしい。相手の女性はほっとしたみたいで、その後私にマシンガントーク。ありがとう、私フィリピンから来ました、今〇〇で働いてます。日本語とても難しいです、日本とても寒い、フィリピン暖かいね。その日は雪国でもないのに珍しく雪が降った日。フィリピン子さんはニット帽にダウンにジーンズまでは良かったが、足元を見るとなんとミュール。そりゃ寒いわな。これも何かの縁だと思い、温かい飲み物を渡した。ニコニコのフィリピン子さんにちょっとときめく。しばらくすると新幹線が到着したので、じゃあこれに乗ってください、気をつけてねと言ったのだが、フィリピン子さん不安だったのか、私降りる駅わからないかも、一緒にいていいですかと言ってきた。めっちゃ不安そうだったし、断る理由もないので承諾。よーし、たくさん話すぞと意気込んだのだが、自分が徹夜明けだったために席に着いた途端寝てもうた。せっかく隣に座ってくれたのに。爆睡してたが、奇跡的にフィリピン子さんの目的駅の到着前に起きたので、ここで降りてねと声をかける。ありがとう、あなたも気をつけてね。あまり和みエピソードはなかったが、個人的にすごく和みまくった。余談ですが、私が新幹線から降りるときに前の列の黒人さんがお先にどうぞと道を譲ってくれたのも和んだ。